ラーメンですけれども、山頭火とかですね、三ツ宿製麺とかあるんですよね。まあ、結構ですね、セブシティの方にはあって、まあ、チェーン店っていうのは、日本のチェーン店でも結構進出してるんですよね。まあ、ラーメンはね、食べられるんですけれども、日本人がやっぱりやってる店、あとはラーメンのちゃんとしたチェーン店ですね、その山頭火とかね。そういうところだと、やっぱりマニュアルがちゃんとしてて、日本と同じ味で食べられるっていう感じですね。で、マニラとかですね、あっちの方行くと、現地人がやってる小さなですね、お店あるんですけども、まあ安いんですけど、200円ぐらい食べれるんですけども、やっぱり味がいまいちかなと。やっぱり選ぶとしたら日本人がやってるですね、お店選んできていただきたいなっていうのが、個人的にありますね。やっぱり日本のチェーン店は外さないかなって感じです。あと自分でラーメンを始めるって言いたいっていう人もいるんですけども、もう競合が多かったり、なかなか売れないので、まあ経済的に成長してるからといってすぐ安易に始めるっていうのは、